ゆうとび、本日の社大学校ちゃんございます。東京ディズニーシーかっこ焼き、それでは早速持ってやろう。はい、ということで本日は前回に引き続き東京ディズニーシーの夜景を撮りに来てみたんですけども、今回で本当に関東編が終わりになります。ということで早速撮っていきましょう。周りの迷惑にならないように撮っていこうと思います。まずはここから縦構図で撮っていきます。今ねイースターの季節ならしくて、このイースターのなんか綺麗な飾り付けがあるので、この飾り付けをまず撮っていきます。でその奥にちょうどねホーンテッドマンションやんな、多分これマンションがあるんですよ。不気味なマンションがあるので、それを左上の方で右下の方にはこのイースターの飾り付けを入れて、ここを縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。今回はシャッタースピードも F 値も ISO も自分の思った数字にしたので、マニュアルで撮っていきます。でまずじゃあシャッタースピードを決めます。シャッタースピードを80分の1秒にします。これより速いシャッタースピード400分の1秒とかやと暗く映っちゃうし、逆に遅いスピード20分の1秒やと明るく映せるけど手ぶれしちゃうってことで、シャッタースピードをその間ちょうどギリギリ絶妙なラインの80分の1秒にします。これで明るく映るし手ぶれがしないっていう数字になります。で次に F 値を決めます。 F 値を 2.8 一番小さい数字にします。めちゃめちゃねもう夜景で暗いの でしかも三脚ね禁止なので手持ちでしか撮れないってことで、 F 値を一番小さい 2.8 にして明るさを稼ぎますと、明るく映すようにします。で最後に写真の明るさを決めるために ISO を変えます。今回は ISO を3200まで上げます。3200まで上げることで写真が割と明るく映る、黒すべりがしないように撮れるので、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、もうこれはもう昼の動画見た人は分かってくれると思います。こんな感じの写真になりまして、縦構図で手前にイースターの可愛いこの飾り付けを入れて、ではその奥に、なんちゃらかんちゃらマンションを入れました。でこの今日みたいなディズニーシーの夜景を撮るときっていうのは、基本シャッタースピードは手ぶれしないスピード、レフ値は一番基本小さい数字にしますと。で最後にこう場所によって、場所の明るさによって ISO を変えるっていう撮り方で多分うまいこと撮れると思います。皆さん試してみてください。ということで次楽しんでんな一人で。はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。奥にこのマンションを入れます。マンションで合ってるかな、タワーかな。でこの手前の方にいっぱいねこういう明かりがポツ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 あるので、この明かりを手前にいっぱいバッと入れます。で一番左側、縦構図にした時の左側の左上の角にこの手前の街灯をめちゃめちゃでかく入れます。連携として入れます。でど真ん中にマンションかタワーを入れて、ここを縦構図で撮っていこうと思います。広角で、で設定していきます。今回はさっきの場所よりめちゃめちゃ暗いんですよ。なのでなんとかして写真を黒つぶれしたくない、写真を明るく写したいんですよ。ってことでシャッタースピードをもうちょっと遅くします。さっきはちょっと望遠気味で撮ってたんで、シャッタースピードを早めにしないと手ぶれしてたんですよ。でも今回は広角気味 35mm ぐらいで撮るので、シャッタースピードは40分の1秒ぐらいでも手ぶれしません。これねさっき説明するの忘れたんですけど、シャッタースピード手ぶれしない数字の見方っていうのは、レンズの焦点距離分の1秒です。今回は 35mm ぐらいで撮りますと、で35分の1秒より遅いスピードになると手ぶれします。さっきは 70mm とかで撮ってたんで、70分の1秒よりも遅い数字、例えば今回の40分の1秒とかだと手ぶれするんですよ。ちょっと分かりにくいけども、とりあえず締めた焦点距離分の1秒よりも早ければ手ぶれしませんと。なので今回は40分の1秒にします。手ぶれしません。これでも明るく映せます。で F 値は一番小さい 2.8 で明るく映します。で ISO をこれより上げるとちょっと画質が悪くなるので、今回も3200で押さえておきます。ということでこの設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、縦構図でど真ん中に奥のマンションを入れました。でピントが合いませんということですね。これがでこの手前の街灯なくてもなんとなく、まあ、写真はいい感じになったと思うんですけども、僕前傾好きな人なんで手前の街灯もボコーンと入れてみました。はい、ということで次ピント。はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。ついにミッキーと会うことができましたということで、説明は後でします。ということで撮っていきましょう。で設定していきます。今回はシャッタースピードを早めにします。早めの200分の1秒にします。さっきまでのね焦点分の1秒とかは一旦今回は忘れてください。今回は200分の1秒、花火が上がったりするタイミングで撮りたいんですよ。なのでめちゃめちゃね明るいんですよ、花火が上がった瞬間って。なので、シャッタースピードを遅くしてしまうと死ぬほど白飛びしてしまうところで、
早めの200分の1秒にします。で、ISO もさっきの半分に下げて1600にします。これで花火が上がった瞬間を狙って撮っていこうと思います。ということで、この設定でどれでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、もう写真自体はね、正直微妙な感じの写真なんですけども、もうショーがマジで死ぬほど良すぎた。もう感動しまくりですね、これ一人で来ても死ぬほど感動しました。マジでディズニー最高、夢の国です。夢、イマジネーションですね。ははっ！ということで、次！はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。でね、またね、もう同じで申し訳ないんですけど、またこのタワーかマンションかを撮っていきます。主題がね、あんまりないんですよ。難しい、ここディズニーランドっていうことで、ディズニーシーや、ここを縦構図で撮りますと。で、このね、水面の映り込みがね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。なので、これをいっぱい入れます。縦構図にした時の下の方にいっぱい入れます。で、この上の空の部分はね、もう全くほんまになんもないので、あんまり入れないようにしようと思います。ってことで、このマンションかタワーかを上の方に入れて、でその前ら辺のこの辺の建物もめっちゃいい感じの雰囲気かもしらしてるので入れます。でその下にいっぱいこの映り込みを長くビヨンって入れて、ここを縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。まず F 値は 2.8 でさっき前と一緒です。で次にシャッタースピードを決めます。シャッタースピードを25分の1秒にします。今回は 70mm 望遠で撮るんですよ。で25分の1秒にしますと、絶対ねブレるんですよ、普通やったら。でも頑張ってブレないように撮りたいんですね。黒つぶれしてしまうってことで25分の1秒にしたいということなんですよ。なのでもう今回この手前の柵にカメラをこうバンと置いて、頑張ってもう死ぬほど固定して頑張って撮っていこうと思います。でそれでもね暗いんですよ、写真が。それでも暗いってことで ISO を次は5000まで上げます。 ISO を5000まで上げるし、シャッタースピードをめっちゃもう手ブレするぐらいの遅さにする。それぐらいしないと明るく映せないってことで、頑張って死ぬ気の人間三脚で撮っていこうと思います。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、奥に、マンションかタワーを入れました。で手前の方にこういっぱいにリフレクションを、広めに入れました。それでこう奥に目線が誘導できたかなと思います。リフレクションも普通に綺麗なんで、感じの写真が撮れたんじゃないかなと思います。なんかあのマンションかタワーかどっちかわからないけど、あれ以外の主題がなくてほんまに難しかったです。ということで、もう撮るものないので終わりまーす。はい、ということで本日は東京ディズニーシーの夜景の写真を撮りに来てみたんですけども、最後にミッキーに会うこともできて非常に満足。マジで夢の国、一人でも最高に楽しかったです。最高でした、ほんまに最高でした。ということでね、昼の動画と夜の動画で今回分けて2本立てにしてみたんですけども、今回のこの夜のディズニーシーの動画で、関東編がとりあえず終了になります。パチ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 、皆さん本当に最後まで見ていただきありがとうございました。ということでね、僕はまたもうそろそろ関西に帰ろうかなと思っております。東京でお会いした方とか、東京編でいろいろねコメントくれた方とか、本当にピントが合っておりません。本当にありがとうございました。ほんまにね、皆さんのコメント、グッドとかコメントとかマジで励みになってる。これほんまに、ほんまに皆さんこれ聞いてな、本当に励みになってますからね、マジで。これ社交辞令とかそんなんじゃなくて、マジで毎朝僕ねコメントとか見るようにしてるんですけども、毎朝ありがとうっていう感じで見ております。マジやからねこれ、ほんまに。ちょっと編集中の俺カットすんなよここ。ということでね、何を喋ってるんやっていう話なんですけども、ディズニーシー楽しかったなっていう、関東も楽しかったなっていう感じの締め方で終わらせていただきたいなと思いますね。こういうね締めるトークって僕めっちゃ苦手なんで、ちゃんと締まってるかどうかわからないんですけども、まあそんな感じで適当な緩い感じで今後も、楽しんでいこうかなと思います。撮影、皆さんも撮影写真ライフ楽しみましょう。ということで、もう喋ることないので帰ろうと思います。さらば関東、さよなら、バイバイ、ありがとうございました。また来ます、関東。